三連休 SNS 見て自滅するチカポンです。来年こそはそのハッシュタグを使う側になりたいと思います。よろしく頼む。はい、ということで今回のお話はもうそろそろクリスマスじゃない、だからねクリスマスなんかあったかなと思って思い出した事件です。名探偵ヒマン。もうさ26にもなるとクリスマスなんて気にしてませんって面して生きてるけど全然気にしてる。ではまずお相手の男性の紹介をしたいと思います。昔ね歌舞伎町一人で歩いてる時にこのメンズと似たような人に声かけられて振り返ったら、いや男じゃねえかって言われてちょっとトラウマ。はい、とまあこんな感じの方ですね。であだ名は屋根なさんにしたいと思います。このあだ名の由来もおいおい話していくので最後まで聞いてくれると嬉しいです。これでどう。で、ヤレンナさんと出会ったのはちょうど3年前ぐらいですね。まあ、何回も言ってるけれども元彼と別れてアプリを始めて、そこでたまたまマッチングした方なんですね。で、時系列で言うとベロゲンさんよりも前になります。そのね、ヤネンナさんのプロフィール画像が、これはもう完全なる偏見でお届けするんだけども、成人式の時とかねみたいなポーズで写真を撮っていた系の男性だと思ってて、前略プロフィールとかでもね嗜好品のところに「まなみ」「俺だけの女」「男絡み」「禁止」って書いてたと思うのね。でもね住んでる場所がめちゃめちゃ近くて、であっちからすごいグイグイメッセージくれたのよ。こんな機会もう一生来ねえんじゃねえかなって思って、私もそういう系のウェイウェイ系ウェイパー系の男子がちょっと苦手だったんだけれども、まあ、会ってみないことには分からないと思ってメッセージしてて、結構レスも早かったし、なんか話のノリも同じような感じだったから結構早めに会おうってなったので、その会った場所がお互いの住んでる場所の中間地、高畑不動だ。私ね、アプリやっていた時はスノーとかあんまり使わずに偽りのない己で言ってたのよ。私の場合なんか上半身だけだとあんまり分かりづらいのね、スケールが。だからちゃんと全身の写真も載せて、こんだけでかいんだよっていうのはちゃんと提示した上でマッチングしてくれたんだけれども、写真だけじゃ分かんないじゃん、この厚みっていうのね。だからね、その会った時のリアクションにすごいビクビクしたのよ。わー、思ったよりでかいって思われないかなと思って、しかもウェイウェイ系の方だし、なんかすごい、あ帰るわとか言われたらどうしようかなと思って、駅ですごいドキドキっていうか、ドムドムっていうか、あのザクザクしてたわけよ。したらね、駅で落ち合います。ヤネンナさんがね、おお疲れみたいな、もともと友達だったよみたいな感じで来てくれて、まあさすがウェイパー系だなと思って、そのまま居酒屋に行きます。したらすごい話盛り上がってさ、私ねその男性とのこの差し飲みってすごい緊張して余計なこと喋っちゃうのよ。なんでこれ言ったんだろうっていつも後悔するんだけど、私のこのなんていうの、失言ではないけれども謎の発言をする前にすごいいっぱい話を振ってくれてたから、そういう事故もなくで、すっごい楽しかったから、私もうめちゃくちゃ飲んでしまったのよ。で酔っ払ってしまって、そこでねついこんな発言をしてしまって、てかぶっちゃけ私さ写真よりも大きいって思ったでしょ、言っちゃったの。相手を困らせるような発言をしてしまって、で酔っ払うとさ自分の本性が出るって言うじゃん。で私散々元彼に振られた話してたじゃん、その元彼とのねお別れの仕方がマジで一本映画撮れるだろってぐらい壮絶だったのよ。主演は有村架純ちゃんでお願いします。その元彼の一件で自分に自信をなくしてしまい、男性に対する疑いの目がすごく強くなってしまって、したらね屋根奈さんが、いや全然そんなことないよって言ってくれたのよ。私もうそこでさキュンです、あ違うかキュンですってなってしまって、照れながらねよかったなんて言ってた時に、まあぶっちゃけ俺ちーちゃんの首から上だったら付き合いたい
って言われたのよ。ボディーワイ首から下の気持ち。ってことはね、仮に首から上だけ付き合ってくれるとするじゃん。そしたら映画館とか海とかドライブとかディナーとか全部首から上だけと方に行くってことでしょ。もうそれこそさ、私がガンダムだったら首から上こう切り離してプシュって飛び出したかったよね。ビクザムはわかる。あ、バワクーって何？いや、要塞。よろしく頼む。そんな話はどうでもいいんですよ。で、まあそんなことも言われつつもすごい楽しくてさ、話も面白いし、で、2軒目どこ行くってなった時にカラオケに行こうってなったの。そしたらさ、やねんなさ、めちゃくちゃ歌うまくて、いっぱい聴けて、いっぱい喋れる、伸ばる。しかもこう盛り上げてくれるような歌を入れてくれて、ネタっぽい歌っていうか陽キャだなっていう歌を入れてくれたのよ。そしたらさ、私も負けじとね、この笑ってほしいから、まあそういうネタ系の歌、まあ昭和歌謡曲とかそういう歌を入れて、そしたらすごい笑ってくれてさ、なんていい人なんだろうと思って、したらね、やねんなさんがね、俺さ、面白い好きやねんな、マイク越しで言ってくれて、もうそれ言われた瞬間にもう全力のキュンですってなって、でね、そのやねんなとか言ってたし、ちょいちょい関西弁が挟んでたから、出身関西の方なのかなと思って聞いたのよ。したらゴリゴリの埼玉だった。よろしく頼む。だからあだ名がやねんなさんなのね。で、そんな嬉しいこと言われちゃったもんだから、ちょっと面白い曲以外にもちょっとこう可愛い感じの歌も入れようと思って、そこで入れたのが愛子だったの。メンズとカラオケ行くときは愛子歌っとけばいいって死んだじいちゃんが言ってたから、カブトムシ入れたのよ。でね、マイクの持ち方もね、今までずっとこういう風にちょっとふざけて持ってたんだけど、その時はちゃんと、持って可愛く歌ったわけよ。少し背の高いあなたの指に寄せたおでこみたいな感じで、私の全力のぶりっこを出したのよ。そしたらヤネーナさんが、今まではイエーイみたいなウェイパー系独特の盛り上げ方をしてくれてたんだけど、急に聞き入ってくれちゃってさ、もうこれはヤネーナさんの心掴めたんじゃないってすごい思ってて、で、歌い終わった後にヤネーナさんが真剣な面持ちでこっち見つめてきてね、いやーちーちゃんってさ、本当に面白いね、ボケてない、1ミリもボケてない。その形容詞を引き出すためにそんなことしたんじゃなくて、面白いじゃなくて可愛いって言われるためにやったんですけれども、ダメでした。私の人生がコントで、ヤネーナさんにね、私がリクエストしたのよ。まあ、元彼に振られたばっかりだし言えてなくって、っていうか3年経った今でも全然風化してないんだけれども、シングルベッド歌ってくださいって言ったのよ。したら心よく歌ってくれて、めちゃくちゃ上手くてさらに好きになります。そこで完全に恋に落ちました。エクボは恋の落とし穴で、カラオケも2時間ぐらい歌い終わってお会計ってなった時に、1軒目の居酒屋が全部払ってくれたのよ。だから私カラオケでは出すよって言ったんだけど、カラオケも全部出してくれてさ、しかもね、しかもカラオケ代自分で払ってくれたのに、そのお釣りをね、私その時コート着てたんだけど、私のコートのポケットにぬって入れてくれたのを、あげるねんなって、あの時のポッケのぬくもり今でも探しております。これは強敵だな。どこにありますか。よろしく頼む。なんて男前なんだろうと思って、すごいありがたいし、なんか申し訳なくなるし、その日は普通にバイバイして、で帰ってからも LINE したりとかしてたの。したらね、ヤネンナさんがクリスマス一緒にオレンジでケーキ食べよっていう提案をしてくださって、もうそんなんさ、あんまり大きな声じゃ言えないけれども赤飯案件じゃん。で、私、まあお察しの通り、クリスマスにいい思い出なんか全く何にも、幼稚園の頃に兄と通ってた英語教室でクリスマスツリー役やったぐらいなの。そんぐらいしかいい思い出がなくって、まあ、その日のために服買ったりとか、手土産としてワインを買ってすごいワクワクしながら過ごしていて、でクリスマス当日、ヤネーナさんが車を持ってらっしゃって私の家まで迎えに来てくれたのよ。なんて紳士紳士なんだろうと思って、そのヤネーナさんの車がね、結構車高の高いタイプ、いい車だったのよ。何 SUV っていうの、まあ、よくわかんないんだけど、車高高いからさ、やっぱ乗るときすごい緊張して、一段が高いわけじゃん、だからこの2本目の足をどうしようかなってすごい迷いながら乗ってさ、しかもこのバランス崩してさ、ドスンって
て座ったらすごい恥ずかしいじゃない？だからすごい慎重にこう一歩ずつこうやってで座ったのすごい覚えてる。雪山で、ヤネーナさん家のお家お邪魔しました。入るじゃない、めちゃくちゃいい匂いして、まあ、柔軟剤の桃井というかすっごいモテるだろっていうお家の雰囲気で、ケーキとかお酒も全部用意してくれててさ、しかも極めつけはねシャンペーンもあって、そしたらヤネーナさんが、俺さクリスマスいい思い出なくて本当にありがとうやねんなって言ってくれて、ヤネーナの使い方間違ってたけどそれは指摘できないじゃん。私も四捨五入したら彼女なんかなって思いながら、なんか汚れてる。で、まあ、乾杯します。でピザとか頼んでね、すごい楽しく過ごさせてもらったわけですよ。でさ、私もね宅飲みの時ってね、すっごいいつもよりも早く酔っ払ってしまうので、さ本当に最低なんだけどさ、寝てしまって本当にありえないよね。人様のお家にお邪魔してって振る舞ってくれてたのに寝るって。でさ、こう寝てしまってね、すごい爆音で起きたの。えって思って、何があったって、何事って思ったらさ、自分の包皮の音でした。とてもとても大きな包皮をしてしまって、その音で私はウェイクアップ、どっかの工事現場みたいな音してさ、めちゃくちゃ恥ずかしくてもうパニックニック。でもとりあえずね、この自分のを外に漏らすわけにはいかないと思って、布団かけてくれてたのよ。でその布団でね、自分の体をこうやって包んで匂いを逃がさないようにしたので、こうやってうっすら周りを見渡したら、ヤネーナさんも寝てたのよ。あ、よかった、ギリギリセーフって思ったわけよ。したらさ、ヤネーナさんがのそのそ動き出して、あ、これはやばい、でも自分から触れるわけにはいかないと思って寝たふりしたんよ。でちょっとして私も匂いが収まったところでゆっくり起き出したのよ。で、一か八か聞いてみたのよ。あー、ごめん、寝ちゃったーみたいな、この反応で変に気づいたか気づいてないか分かるなと思って、したらヤネーナさんがおやすみ。完全に聞かれてた、目覚ましのごとくへで起きたんだなって、だからあの時首から上だったら付き合えるって言ってくれたんだなって、この事件を見越してたんだなって。伏線回収、名探偵ヒマン。